アンインイストール方法リモートワークテレワークの広がりは働き方の多様化をもたらしますこうした情勢下企業が外部との有期雇用契約や単発依頼などの形で業務を委託することも増えていくでしょう外部に業務を委託するためには委託先の環境構築が必須ですししかし セキュリティ環境の構築や委託業務終了後に環境を元に戻すのは手間がかかりますかといってセキュリティ対策を行わないわけにもいきませんセキュリティプラットフォームクラウドエディションはこうした課題を一挙に解決する情報漏えい対策ソフトウェアです自動暗号化機能やワークスペースフォルダ機能により あらゆる経路からの情報漏えいを完璧に防ぐセキュリティ環境を即時構築できますまた、環境を元に戻す場合には、管理者パソコンから遠隔操作でアンインストール可能ですアンインストールの際には、業務ファイルが集約して保存されているワークスペースフォルダが自動で削除されるため業務情報が漏洩する心配はありません 手軽さと安全性を両立したリモートワークテレワークを実現しますなおインストール方法や各種機能についてはこれらの動画をご覧くださいここからは SEP クラウドエディションをアンインストールして元の環境に戻す方法を解説していきますまずは管理者のパソコン画面を見ていきましょうデスクトップにあるショートカット セップクラウドをクリックしてください左メニューの稼働状況をクリックすると招待ユーザーの現在の状況がわかりますアンインストールは1か2のいずれかから命令を出します1は複数ユーザーに送信する場合2は個別で送信する場合に使用します今回は2をクリックして 個別にアンインストール命令を出します。管理者パソコンからの操作は以上です。次に、招待ユーザーのパソコン画面を見ていきます。アンインストール命令を受けた後、パソコンの再起動を行うと、自動でアンインストールが実行されます。それに伴い、業務ファイルの唯一の保存先であったワークスペースフォルダや、 クラウド共有ファイルサーバーへのリンクなども削除されますなお SEP のアンインストールは管理者パソコンからセップクラウドを介してのみ実行可能です招待ユーザーのパソコンからアンインストールを実行することはできませんセキュリティプラットフォームクラウドエディションならインストールだけでなくアンインストールも遠隔操作で簡単にできるので リモートワークテレワーク環境の構築も自由自在です。